日本とガボンの関係では、日本とガボンの関係について外説する。中日ガボン大使館前継中日ガボン大使館の表札九百六十年に、ガボンがフランスから独立すると日本は、同年八月十七日に、これを承認、外交関係が樹立した。その後、ガボンは九百六十八年に、東京に在日ガボン大使館を設置し、日本は九百七十二年に、 ガボンの首都リーブルビルに在ガボン日本国大使館を開設した。ガボンは1960年にフランスから独立して以来内戦や紛争を経験していない。1990年には複数政党制に移行するなどアフリカの中では安定して民主主義、資本主義、自由主義を維持している。外交方針としては急創四国であるフランスを中心とする欧米に とどまらず、中国、シンガポール、トルコ、韓国、モロッコなどの多様な経済パートナーを希求しており、積極的な外交を展開している。このような理由により、独立以来日本との関係は一貫して良好である。ガボン第二代大統領である、オマール・ボンゴ・オンリンバは1967年から2009年にかけて実に40年以上政権を維持したが、その間に、 国賓やアフリカ開発会議出席を含めて子供、来日、橋本龍太郎など、歴代総理大臣と首脳会談を行って日、ガボン関係の進化に努めた。2009年以降ガボンの大統領を務める、アリー・ボンゴ・オンディンバは、2010年10月に、生物多様性条約第10回定約国会議のため、 2013年6月にはアフリカ開発会議のため来日し、それぞれ当時総理大臣であったカンラオトや安倍晋三と首脳会談を実施して、生物保護や環境保全、資源活用についての意見交換がなされている。一方日本側からの首脳訪問はないものの、2006年8月に法務大臣、杉浦政権が2008年3月には外務大臣、 コ村ムラ・マサヒコが技術協力協定締結のためにガボンを訪問した。また2009年には長年大統領を務めたオマール・ボンゴ・オンディンバの国葬に以前法務大臣としてガボンを訪問した杉浦政権が特派大使として出席している。ガボンはサブサハラ有数の産油国でありオペックの加盟国でもある。また、 国土の内多くが森林であることから木材が多く、取れ、マンガン光も産出する資源大国である。そのことから日本にとっては重要な資源供給国であり、ガボンの対日貿易は輸出61.2億円、輸入34.4億円と、ガボン側の黒字である。一方で日本はガボンに建設用、鉱山用機械や自動車を輸出して、 ガボンの資源採掘を支えている。日本はガボンに2018年までに累計120億円以上の開発援助を実施しており、旧創始国フランスやアメリカ合衆国に次いでガボンの主要援助国となっている。主な援助内容としては水産関係が多く、リーブルビルやランバルネには日本が建設を支援した冷細漁業センターが存在する。また、 ガボンは地球の型灰とも呼ばれる今後盆地に位置し木材を大量に供給する森林大国であることから森林保全に力を入れており日本をもそれを後押しクリーンエネルギー面でも技術支援を行っている文化無償協力として教育機材、視聴覚機材、印刷機材、柔道機材等の供与実績があるまたガボンでは 柔道が人気を博していることから、2009年には、ガボン柔道柔術連盟柔道機材整備計画の交換文書に署名がなされた。また、日本には、日本、ガボン友好協会が、ガボンには、ガボン日本友好協会、池花が設立されており、両国の伝統文化紹介や、ポップカルチャーイベントを通じて、民間の交流進化を図っている。ありがとうございます。